イオンはプライベートブランドトップバリュの食品など28品目を明日から値下げすると発表しました値下げ幅はおよそ2%から23%でマヨネーズは267円から257円にサラダ油は300円から267円になりますイオンやマックスバリュなど全国のおよそ1万店舗で実施します 物価高で買い控えが続く中、需要を喚起したい考えです。